はい、どうも、ヒョドルです。メタルギアソリッド5グランドゼロ続きやっていこうと思います。これが、前回は、チコを、収容されてたのを助けて、もう一人の仲間を助けに行こうっていうところですね。パスがいて、その手がかりが、このテープですかね。立て。リオ出たか。どこかに連れて行かれる間、テープに録音をしていたのか。パスもこの先に。室内ですよね。多分。チコは連行時の様子を録音していたようだ。音からパスの行き先がわからないか。ヘリポートがここ2か所あって、でゲートと旗がこの両方の近くにある。これ旗かな。ヘリポートの手前に旗があるんですよね。まあ、ちょっとでゲートがあるっていうんで、ちょっとどっちから行くのがいいか分かんないですけど、とりあえずこっちを目的にして行こうと思います。前回も散々なプレイだったんですけどね。敵いけるんかな。しれっと歩いてたらこうふと見つかりそうな気がして、めっちゃ怖いっす。誰かいてるかな。なんか足音がする。どこどこ。ちょっともうやだ。見当たらないんですけどね。いないよな。もうやだな。パスの居場所は分かったか。敵を尋問してみたらどうだ。情報を聞き出せ。尋問だ。マジ。敵を尋問するにはまず拘束しろ。
それは知ってる。もうちょっと知っててよ。あ、いた。この檻何なんですかね。なんか何かっていうのは出てないな。ああ、ハンドグレネードがあそこにあるよってやつか。敵は向こう向いてるんだね。あいつは気絶してるから。こっちの辺は敵兵いないよな。よし。で、仲間は？どこが更新されたのか分かんない。あれか。あれか。本当向こう向いてるのか。いけるかな。はい。いつも管理棟の方へ。じゃあそこにパスがいるかもって話？あ、音がした。正面ゲートっすね、やっぱり。もうちょっとね、緊張してて全然口が動かないんですけど。管理棟ってどれだろう。これ管理棟がどれかを教えてくれないってことか。けどさ、宇宙ハックあっちでしょ。これサーチライト使ったらバレるかな。あそこの兵士を。そこにもいるな。マーキングして、めっちゃいるな。で、旗があって、やっぱあの奥っすよね。どこだっけ、ここか。
いや、怖え。いけるの？あんなとこ。場所へ向かったはずだ。でしょ、うん、やっぱりここをこう入ってけってことだよね、これ。どうすんだろう。なんか事故の時は、前回は崖があったので、まあとりあえずここでぶら下がっとけばなんとかなるかみたいな感じがあったんですけど、こっちは誰もいないか。管理棟か。ここに敵兵士がいて、監視カメラがあるんですよね。けど見えないな。向こうにあるのはわかるけど、それならいっそこっちの建物から入ってった方がいいかも。ああ、もうこうやってね、こう動けなくなるんですけど、ほんと。風邪気味ですか、お兄さん。警備兵だ。見つかるな。戦闘はできるだけ避けるんだ。はい。俺もそうしたい。これでこう右側に兵士がいたらこう、ああってやつだよね。見えた、見えた。こっち来てくんないかな。さあ来い。これね、引っ張り込めると思うんですよ、多分。
しょ。あー怖い怖い。ちゃうねん、パスの位置を教えてほしいねんやんか。十分ちゃうわ、おら。けど殺すのはかわいそうだから気絶。よし、監視カメラがね。カメラの映像は本部で監視されてる。壊せば確認が来るだろう。なるほどね。ってことはさ、どうすんだろうな。あそこに監視カメラ。私どうすればいいんでしょう。ん？ああ、これが弾薬か。非殺傷だから麻酔銃とかがあるんですかね。ここ監視カメラだけど、こっちは監視カメラないから、やっぱここから行けって話になるのかな。でしょ？やっぱこっちだよね。あ、なんかあいつ起きたな。やべ。見えた今の。嘘だよ。こっち曲がってこないかな。来てくれる方がありがたいんだけど。あー怖いな。もうどうしよっかな。監視カメラがこう向きにあるから。異常ないか。例の連中、旧収容区画との観光を行き来してる。警備のやつもそんなこと言ってる。捕虜を連れてくる。うん。地下のボイラー室に入っているみたい。その間は立ち入り禁止で取り調べる。いや、悲鳴に紛れて音楽が聞こえてくるんだ。音楽？君はな。怖い。ちょっと顔出しとこうかな。さあ来い来い、さあ来い来い。どっから来んの、どっから来んの、ちょやめて。あっちまで行ったのか。じゃあ今のうち？弾は平和主義者だから。よし、
あいつがこっち来てるんだよな。ちょっと参ったな。一緒に寝てもらえるかな。いたぞとかこんなとこでなったら俺ほんとどうしようもない。やばい。あーやってしまった。あ、よかった、見つかってない。よかった。もうなんか慌てて殺しちゃったやん。やばい、なんかこの血とかやばいんかな。まあいいや。あれが対空。あいつらは大根向こう向いてる気がするけどな。しれーっと、しれーっと。こっち向いてたわ。来るかな。やっべ。来てもいいけど。へぇ、管理棟に行きたいんだよね。やべえ、あいつに見つかったりしないかな。向こう側行った方がいいのかな。本当だよ。潜入の助けにはなるが、低体温症に気をつけてくれ。見えちゃうのね。どれだよ。来ないで、来ないで。あー、やべえ。これどうしよう。ここバレるかな、もしかして。
何何何見つけたの？鹿な。あーバレちゃったー。よいしょー意外とバレない、ここバレないけどもうなんかさっきからびっくりつきすぎじゃない？なんすか、すげえ遠いけどさ、ここいるなぁ。バレるかな。バレるかな。排水口。お。やったー、なんかすげえ安全地帯に見える。ほふく、なんか排水口って見つかったりするのかな。ハローネズミちゃん。うわーなんか平和な感じ。解除解除。あー怖い怖い。やったぜー。あれ道に迷ったあれここどこ。覚えているか。忘れたわ。あんたと敵同士だった、なのにグレネードで自爆しようとした俺をあんたが止めたんだ、あんたに会うまで分からなかった。戦う相手に絶対的などいない。相手は常に相対的だと。そうなんだ。怖いな。Hit.
何があったの。もう管理棟の中だから多分この辺だと思うんですけどね。でも監視カメラかな、あれかな、監視カメラ、あここって裏手通れないのかな、フェンスっぽく言う、あなんか通れなさそうだな、どうすっかね。見つかりたくはないな。足音が聞こえるのもね気になりますね。うわ、あーもうやってもうた、これ全然気づかんかった。どうしよっかな。そうだよね。どっか開いたな。君に向かうってどうすんだろう。すげえ足音聞こえる。あーやっちゃったな。もうなんかアポイントできると思わないね。足跡踏んなーとか思ってたけど。あー怖えー。なんか開いた。開けたぐらいじゃ見えないとこには来たからなんとかなるんじゃないかな。クリアクリア、ほんとクリアしたい。今のうちだ。何が今のうちか分からんけど、よし。後ろは壁だからここ以外から来ることはないんですよね多分。だからまあさっきみたいなのはまあちゃんと見てればいけるだろうってことでまたここから進めたいと思います。本当カメプレイだと思うんですけど、次も楽しんでいただけたらなと思います。それではお疲れ様でした。ありがとうございました。